はい、それではね、長門の方はね、一応ね、この辺までね、組み上げましたということです。はい。これね、組み上げたっていうかね、まだね、こちらの環境のあたりの方はまだ塗装はしておりません。一応ね、ここまでできたっていう形をね、ちょっとね、載せたかったんでね。まあ、あとね、これアンテナありますけど、アンテナもね、ここにね、後でね、刺すようになります。でね、これから塗装の方入りますんで、塗装をしてからね、またこちらの接着いたしますんで、接着はこれまだしておりません。はい、こんな感じでね、まだ取れますんで、こうやって、こういう形で、まず取れます。これを今からね、塗装をしてから接着の方に行ってみたいと思います。はい。はい、それではね、環境部分の方はね、今塗装をし終わりました。そして、この次のね、作業が、これ環境あたりについてるこの基準ありますね。基準、うん、見えるかな。こちらの方ですね、ちょっとね、このガンメタの方でこれかな、これでね、基準の方をね、ちょっとね、塗っていきたいと思います。まあね、全体の方にね、取り付けてからだとちょっと塗りにくいと思うんで、まあ、こういう風にやった方がね、やった方があれかなと思って、いいかなと思ってね、こちらの方をね、さっさっさとね、いきたいと思います。基準の方ね、よいしょ、ちょんちょんちょんと、こんな感じで、こんな感じで、よいしょ、よいしょ、ちょっとカメラじゃ色の感じが見えないかもしれない。これに、ここについてるのはこの2つだけかな。ここにはね、これ説明書には書いてないんだよね。ここに穴は開いてんだけど、まああとは次これかな。これがね、いっぱいついてるんだよね。これもね、こっちに塗って、塗るとちょっと見栄えがね、やっぱりね、違うんでね、この方がいいかなと思っております。はい、よいしょ、ちょんちょんとね、こんな感じで、よいしょ、ちょっとこてっとなりすぎな、こんな感じで、こんな感じで塗っていこうと思います。よいしょ、結構ね、こういう感じね、まあ、あとね、ちょっと こっちの方にもね、ちょっとね、基準取り付けたところあるんで、まだ全部じゃないですけどね、まあ、この辺とかね、ちょっと簡単に塗っていけばいいんじゃないかと思います。はい、よいしょ、よいしょ、あ、見えないかな。まあ、こうなればね、違うと思います。これはまた後でね、取り付けたところね、塗っていきたいと思います。こんな感じでね、いきたいと思いますね。はい、それでこれね、まだね、少しね、作業があるんですよ。これね、こ
これのね、次のね、作業がね、何かと言ったらね、これなんですよ。よいしょ。待ってよ。今度はね、これいきます。フラットホワイトで、よく振ってね、フラットホワイトで、なんていうの、これライトっていうの？ね、この部分かな、この部分がね、白いんですよ。まあ、ライトだから白いってなってるのかもしれないけどね。ここの方をね、ちょっとね、塗っていきたいと思います。はい。よいしょ。あ、基準まだあった。ちっこい、これね、これがね、ここ。ちょっとこんな感じで、ここかな、こんな感じでね。あ、基準まで1箇所2箇所ぐらいあった、2つぐらいあった。ここかな。これで、あと これがないのかな。あ、これだね。これはね、ここにね、4つぐらいあるのかな。わかるかな、こんな感じね、こんな感じでございます。はい。これはないんだよね、こっちはないんだよね、こっちはないということでね、こんな感じでね。あ、汚ねえな、汚ねえ、手写してもあれだしな。うん。で、こういう形でね、ございます。いやいや、よいしょ。それで忘れてたんだけど、機銃がね、よいしょ、機銃がね、こっちね、ちょっとまだありましたね。ここにね、小さいのがあるんですよ、まだ。ここにね、これと、ここと、ここと、これ、これとここに、ここに、ここに、汚ねえ手ばっかりつってんじゃねえかよ。でちょっとね、カメラじゃ分かんないかもしれないけど、まあこんな感じで出来上がりました。はい、はい、こんな感じみたいなね。よいしょ。コキ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 カキカキだね。すごいね、細かいからね、喋りがね、どうしてもなくなっちゃうね、これね。うん、もっと喋ってくれよみたいな感じですよね。ね、ですね。してそれで、あとはこちらの方を乗っければ一応ね、環境あたりの方はね、出来上がりですね。これね、これをこんな感じで。よいしょ。行ってみたいと思います。こういうね、形でね、まずこれをこうして、次にこれをね、ここかな、ここにポンと、こういう感じね。で次にこれ煙突ね、これ煙突もね、ここ上黒く塗りましたんで、
フラットブラックでね。フラット、あ、こっちにも機銃ついてた。こっちにも機銃ついてたよ。いやいやいや。見逃してしまったね。こっちにも機銃ついてた。よいしょ。これ、煙突のとこですね。4つぐらいついてたね、これね。よいしょ。ああ、全然見えない、見えてないじゃん。ごめんね。汚ねて映すんじゃねえよみたいなこと言う。こんな感じでね。よし、こんな感じです。はい。よいしょ。こういうね感じで。もうね、筆はねもうすぐね洗わないとね。やばいんでね。でね、次に来るのがこれかな。これがこんな感じで確かこうかな。これがねこんな感じで、いや違う、こうだこういう形になりますね。で次に来るのがこれが、ここにも基準あった。基準塗装時、でこれがねこんな感じで、あとアンテナが こういう風に付けば OK ですね。はい、そしてこちらの方ね、ちょっと取り付けていきます。ちょっと一回ねカメラの方はね止めますんでね。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、戦艦長門の方はね、一応ね、これでね、まあ一応ね、まあ完璧な出来上がりではないんですけども、一応ね、出来上がったっちゅう形にね、してね、動画の方をね、アップいたします。こういう形で、一応ね、出来上がりました。で、これね、なんていうのかな。まあ作ったね、感想は、やっぱしね、部品が細かいんでね、取り付け、どうやってここの部分は取り付けるんだと、取り付ける場所が、まあ、はっきり分からなかったりね、することがね、若干ありました。まあでもね、全体的なね、雰囲気としては、まあかっこいいなと思ってね、自分は思っているんですけどもね、こういう形ですね。こんな。そしてね、本当はね、ここにある空中線ってね、これ線をね、あればもっとかっこよくはなるんですけども、この空中戦については説明書には載っておりません。はい、でそのような部品もキットの中には含まれておりません。これはね別にね買ってね貼っていくしかないんですけどもね、今回ねちょっとね僕早く上げたかったんで、空中戦の方はね今回これ貼ってない状態でね披露していきます。でそのね空中戦がね、まあ、他のちょっと資料を見てもこの長門の場合非常にね複雑なので、まあどのような感じで貼ってあるかっていうのがちょっとね僕の方ではちょっとあまり確認ができなかったんですよ。結構ね複雑なね空中戦のね貼った感じなんですよね、これ。そしてね、まあ最後にね簡単にちょっとメリハリつけるようにちょっと若干墨入れの方は入れました。こんな感じですね。でね、箱絵なんか見ると分かるんですけども、まあ、この辺にねちょっと小さな穴があるんですけど、この辺にもね機銃がつくようになってるんですけども、キットの方ではねちょっとねその機銃がねありませんでした。説明書にもね書いてなかったです。これもおそらくなんか別かなんかでつけるのはあるのかなとはね思うんですけどもね、まあ、こういう感じでね、なんていうんですか、まあ一応皆さんにね、まあ、こういう感じでできるんだよっていうのをお見せしたいと思います。またね
あの空中戦の方はね、まあ、貼れる機会があれば貼ってね行きたいとね思ってはねおります。はい、こんな形のねあの長戸でございます。これね結構ねかっこいいよね、これね、このシリーズ、うん、細かいけどもね一応組んでみたら全体的としては非常にねかっこいいキットだと思います。はい、これもねぜひあのおすすめといえばねちょっとあれかな、まあ、プラもね作ったことある人じゃないとちょっと難しいかもしれないけども、まあ、どういうねあの組み方であろう、どういう塗装の仕方であろうと組んでみれば結構ねかっこいいキットでございます、これ。うん、ならば、ね、別にね塗装しなくてもかっこいいんじゃないかとはね僕は思います。はい、でね一番ちょっとね苦労したのがこのアンテナかな、アンテナのねちょっと細かい部分がねちょっとつけるのにねどうやってつけるのかなと思ってちょっとね抜いてるとこもあるんですけどもね、うん、こういう形でね仕上がりましたんでね、ぜひともね皆さんこれあね青島さんのキットですね、これね青島さんのキットでございますね。はい、で再度言いますけどこれには空中線がついておりません。なんちゃこの線ねいっぱいあるやつ、これはついておりません。これは別売りで買ってまあ適当にとはあれかもしれないけどもね、そういう形でねつけてもらえばいいと思います。今回はちょっとね動画これ早く上げたかったんでねしました。であとこれここのこの端の部分、これ手すりもあるんですけども、これねちょっとね今ね注文中でございます。これも今注文中でございます。本当は注文してからつけてから動画アップすればいいものを早く上げたいから今回これで上げさせてもらいました。はい、これもね手すりの方ねついたらねまたつけた時でまた別にねこれもね上げていきたいと思います。本当なら全部ねあれしてから上げろよっていう声もあるとは思いますが、その方はねご勘弁ください。はい、でね本当にねこれ青島さんのキットまあかっこいい形のね非常に、ね、おすすめなキットでございます。はい、それではですね、今回のね動画ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。